ここから話さなきゃいけないんだと。そうですね、そうですね。1969年に千葉県13区で道路計画が作られた後、薩摩工業という会社が地主などから土地を借り受ける形でこの地域に社屋などを構えたと、これから説明した方がいいということで、実は今お借りしたばっかりなんですけれども、ね、実際行ってみると、まあ、これは Google の航空写真ですけど、うん、分かるんですけど、ここに剣道がここまで来てるんですね。でここもまあここまでもうアスファルトが張ってあって、はい、まあ、ここまでも、うん、でここにあるんですよ。は、問題の、つまりここがつながればですね、うん、この道路は完成するんです。でこれは、まあ、千葉ニュータウンという地域の、まあ、はい、環状道路で、まあ、ニュータウンに、ニュータウンは本当に今ショッピングセンターとかできて人口も増えているので、まあ、慢性的な渋滞があってですね、本来はこの環状道路が通れば非常に利便性が高くなると。今この細い道路をこう使ってるんですね。そうですね。でこれもっと太い道路にしようと、でこれがもうここに居座ってるわけですよね。UR と何が揉めてるのっていう出発点、そのニュータウンと、そうです、ニュータウン事業を、まあ、UR がやってるわけですね。やってるわけですね。そしてそれに隣接して、この道路の開発も、そうです、剣道も、剣道もニュータウン事業の一環としてやってると言われる。なるほど、はい、これでまずスタート点が見えてきました。でここにあるのが薩摩工業、そうですね。これアップしてもらえますか。で実際ですね、このちょっと茶色く映ってる部分、まあ、ここは道路用地ですから、はい、当然ここもちゃんと買収できてるんです。あれ、まあ、そうするとこれ外れてますよね。そうですね、隣接してるところに薩摩工業さんっていう会社の社屋ですね、はい、でここ片枠工事屋さんなんで、ここ片枠みたいなのがここに積んであるのが映ってますね、はい、でかここはもう道路用地ですから。なるほど。ただここをまあこの下に、まあ後でまた話題になる参拝が埋まってたりとかですね、あとこれ道路にしていくためには崩れないように土留めのこう杭を、相当太くて長い杭を打ち込んでいくんですけど、これを打っていくと振動で、まあここが建物が傷ついたとかですね、あるいは打つためには この道路用地の横も借りてまあ建設作業しなきゃいけないので、いろんな意味で彼らはこの道路を挟んでいろんな建物を持っているので、まあ、自分たちの営業が妨害されているというか、今まで通りの営業ができなくなったというようなことをまあ主張しているわけですね、はい、そこでこの薩摩工業と UR の間で、どうにかしてくれという話が始まると、はい、これが発端なんです。そうですね、ここが分かんないと全然分かんない、しかもここは自分の自前の土地じゃなくて借りてるわけですね。借りてるけど、次のちょっとところを言いますと、はいはい、道路建設のためその横に社屋が建つ薩摩工業に対して UR が示した営業保証金額が当初ゼロ回答だ、はい、うん、しかしあまり事務所が関わった後ね、あまり事務所が上がったで2013年8月に支払った金額が2億2000万円に跳ね上がったと、はいはい、あこれはって話になるわけですね。そうですね、でどういう根拠でその保証金額が2億円強となったのか、はい、ということなんですけど、ちょっとこれ場所が今度水泳のこの写真を見るとそうですね、はい、まあもう本当に、まあ、こっち側に、まあ、薩摩工業あるわけですけども、はい、ここまでアスファルトが張ってあっても道路出来上がってるわけです。出来上がってますね、上から見てるだけじゃやっぱり分かんないですね、もうちょいっていうところなんですね、あこれはあこちらですね、はい、ですからまあさっきのもう道路用地の部分は、のところがまあ入れないような形になってこういうふうになってるんですよね、ですからもうこの中道路の工事がもう始まっているんです、でただまた始まって振動してするので、工事をやめろとかですね、いろんなイチャモンをつけているので、今まあ工事が止まっちゃってるっていう状況ですね。なるほど、イチャモンを薩摩工業さんは、つけていると、はい、交渉のせい UR は建物の移転保証などとして12年5月に、約1600万、最初はこれ1600万、まあ、何回かこう保証契約があるんですけど、最初はですねさっきも言いましたけど、まあ、片枠屋さんですから、はい、まあ、不法占拠のような形で片枠を積み上げてるのを、まあ、それちょっと避けてくれっていうので、まあ、1600万払ってるんですよね。なるほど。でもそれもはっきり言って不法占拠なんです。不法占拠なんですね、不法占拠に UR も1600万払うから出す必要あんのかと、まあその、まあ、突き上がるんですけども、なるほど、突き上がっちゃった人たちだったんですよ
これはね、全部が全部、例えばその薩摩工業さんが、あの全くの被害者なのかとかそういったもんじゃないんですね。ちょっと薩摩工業さんも行儀の悪いところがあったと。 そうですね、そして13年8月に約2億2000万円を建設会社にこれ言われも払っちゃった、ね、これはあれですから、さっき言った固く積んでるのよかしてよ昔してくれる1600万で、これはですね、さっき見てもらったようにこう道路用地を挟んでいくつかの建物が点在してると、はい、点在してましたね、まあ、はい、建物っていうほどのもんではないんですけども、はい、アップのやつがありますよね、はい、これが社屋ですけど、はい、まあ、この辺も使ってるし、まあ、この辺も使ってるしみたいなので、うん、これがここの工事が始まっちゃうと、うん、まあ、一体的に使えないので、うん、じゃあこれをこっち移しますとか移しますとかいう建物の配置移転をするのに2億2000万を払ったということ、それしかしかなりの大盤振る舞いじゃありませんか、そうですね、これも、まあ、もっと経緯を言うと、まあ、このもう全然この保証の話も全然動いてなかったなるほど。でそこに甘利事務所が、はい、まあ、介入をして、甘利事務所のアドバイスで内容証明郵便を送って、そう、でそれがきっかけになってスッと2億2000万出たと。なるほど、まあ、これはあの告発者の方から、私石木さんから直接話聞きましたけど、うんうん、ずっとこの停滞してた交渉が、はい、あまり事務所のアドバイスで、おかげさまでってことですね。ですね、まあ、内容証明郵便を送って、うん、その直後あまりさんの秘書が UR 本社に行って、うんうん、あの内容証明の件だけどって言ったら、うん、2億2000万。なるほど。対象実はゼロ回答だったんですよね。そうですね、はい、ゼロ回答だったんです。これその内容証明郵便に対する回答書っていうのがあるんですけども、はいはい、これ見ますと、まあ、これちょっとまあいわゆる内容証明の文書なので、うん、あれなんですけども、まあゼロ回答見せてもらえることはできますかね。こういう内容証明の、まあ、ものなんですけども、これはですね、まあ、あの UR の代理人から、うん、あ薩摩工業の代理人の弁護士に当ててるものですけども、はい、まあ、この中で、まあ、ちょっとこれもう文章が細かいのでわからないんですけど、ずっと結局最後の方にはですね、要は全く営業保証をしたりとかですね、はい、何らかの債務を負ってるもんじゃないと。つまり筋から言ったら隣でしょと、うん、そうです、もう道路あの用地でもないし、はい、それからもう保証したし、そうですそうです、ね、まあ何もそんなあなたたちの言ってることに対して払う義務ありませんよって言ってるんですが、うん、まあ、最後にここをこれが第一項なんですね。そうですね、何らの金銭支払い義務を負担するものではありませんって感じですね、はい、何らの金銭支払いの義務を負担するものではありませんというふうにもう、はい、もうゼロ回答してる、ね、ところがゼロ回答というんですね。ところが最後にっていうのでなおって書いてあってですね、はい、でなんか別の番地の3号4番1の土地に関する記者所有物件の保証に関しては通知人から別途提案がありますので通知人担当者との間で、行っていただくようにお願いしますと。なるほど。なんかこう意味深なのが加わってて、ね、この2項で、まあ、2億2000万出したということです、ね、ですから要は本来はあなたたちの言ってることは全く根拠ありません、私たちはそうです、ね、その保証の義務はありませんと言ってるんですが2項で、まあ、別途、うん、あの提案がありますので待っててくださいと言って、うん、まあ、甘利事務所の介入によって2億2000万が出たと、うん、で、まあ、これでこの成功体験がこの後のずっと泥沼のたかりにつながっていくということですね。なるほど。でこれ相関図ですね、まあ、先ほどから話してる話ですね、はい、で、まあこれあの、うん、一応図式化したんでこの石木武さんという方、うん、UR とそれからあまり事務所という形ですよね、うんうん、説明してないことはほとんどないかなとは思うんですけれども、ね、まあ、こういう形でまず13年8月500万がまずっと私これは一部 ね、これはまさにこれのお礼ですね。なるほど、13年8月本当だ2億2000万もらったぜ。これがですね実はこの8月の確か契約は6日かなんかなんですけども、はい、ど
この2億2000万が2回に分けて UR から振り込まれてるんですが、うんうんうん、1億7000万ぐらいの1回目の振り込みがあるのが確か8月20日で、うんうん、その同じ日に500万もある。律儀ですね。でもまさに振り込まれたのを引き出して持っていってるんですね。生金ですね、でもということはですよ、まさに UR の保証金という公的なお金の一部が、うんうん、まあこの懐に入ってるっていうんですね。で300万飛翔したと言うんですけど、それは300万飛翔したっていう話になってるのは200万だけが報告されてるからそうですね。で300万は行方不明だから、まあ使っちゃったってことにしたんですよね。説明、実際には彼だけが使ったんじゃなくて、他の人にも懐に入ったかもしれないよって話もあるわけですね。で50万50万余りさんと、そしてまた100万公設秘書というこういうふうな形ですね。口利き依頼はあまり氏側はしてませんよと、これはガンとしてこうおっしゃってるわけですけど、果たしていかにということですよね。